サンティアゴ・ベルナベウ・デジェステは、スペインのアルバセテ出身のサッカー選手、リーガ・エスパニョーラのレアル・マドリードの元選手であり、1943年から、亡くなる1978年までレアル・マドリードの会長も務め、クラブの黄金時代を築いた。現役時代のポジションは FW。その名は、レアル・マドリードのホームスタジアムである、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウに残っている。 現役時代のベルナベウ幼い頃に、マドリードへと引っ越したベルナベウは、14歳で、レアルマドリードのジュニアチームに入団。1912年、ソテロ・アラングレンが試合に間に合わなかったため、急遽トップチームへ引き上げられ、レアルマドリードの選手としてデビューする機会を得た。晩年は、キャプテンも務め、200を超える得点を挙げた。1927年に現役を引退。 引退後もクラブに関わり、スポーツディレクターやアシスタントコーチ、監督などを経て1943年9月15日に、レアルマドリードの会長となる。まずベルナベウは、スペイン内戦によって使用できなくなった、エスタディオチャマルティンに代わる、新たなスタジアムを建設するための土地を購入し、ヌエボエスタディオチャマルティンと名付けられたスペイン最大の、スタジアムを建設した。同年、 かつてレアルマドリードでもプレーし、スペイン代表を率いていたジャシント・キンコセスを、招聘した。1952年、スペイン遠征に来ていた、アルフレッド・ディステファロを獲得すると、レアルマドリードはベルナベウも設立に携わった、UEFA チャンピオンズカップで優勝。その後も、フランシスコ・ヘントや、レーモン・コパ、フェレンツ・プスカシュラを擁したチームは、黄金期を迎え、5年連続で、 ヨーロッパ王者となった。1963年、レアルマドリードの練習施設として、シューダード・デポルティバを建設した。1978年死去。ベルナベウが亡くなった、翌日のアルゼンチン W 杯の試合では、1分間の黙祷が捧げられた。ベルナベウが亡くなった翌年からは、ベルナベウに捧げるトーナメントとして、トロフェオ・サンティアゴ・ベルナベウが開催されている。 2002年、FIFA 功労賞を受賞。ありがとうございます。